フォートナイトの歴史のストーリー、なぜ走ってしまったんだ飛行に、西川雄大孤独で一人、腐れ生えぐらい意地で希望に、確定演出の音に乗り、現実世界のチート使用し、最強実況者として実り、みんなの憧れだった日本人、ファンがアンチに変わる瞬間、コメントという名の儚い銃弾、このラップならばライカ手榴弾、こいつのクランはカッコつけ集団、反省して頭冷やせ空弾、君は空へ飛ぶ魔法の絨毯、ファンより灰を取る常習犯、チートはダメとかお前余裕は、猫くんはもうここにはいない、あいつがいなくなるとか以外、神は絶対そんなことしない、悪いことするやつ全員嫌い、いい人そうなやつほど悪に、猫くんは最高最強作詞、ファンを騙すような言葉巧み、君にお似合い緑よりパクチー、復帰後の動画早く見たい、今はポコエフロンの時代、俺は叶えるみんなの期待、この歌を届ける新世界、1,2,1,2,3,4 猫分弱小、勝つの楽勝、泣かせて爆笑、煽りエモート、ラップ奏でるカッコつけたくて、復帰後これを聞いたら泣くぜ、猫くんは今アプデで保管庫、これ事実なんか文句あんの、今じゃゼロ、お前の好感度、仲間入り悪人増刊号、ゲーム実況者がでかい事件に、地上から成り下がる地底人、取引の場所を事前に指定し、自分だけ空の旅する危険地、物語作る悪魔と天使、俺が悪魔ならお前は天使、だってお前闇落ちの他天使、ファンを裏切る最低ペテンシー。